逆ですよね。普通だったらじゃあさよならって。いやいやいや、なんとなくそういう
ような本能みたいなものがあって、まあその乳がんの場合だと基本的に5年間しっかりと、うん、まあホルモン治療や放射線治療、うん、いろんな治療をしなきゃいけないんですね、うん、でそれを乗り越えれば生存率が高まるので、はいはい、で実際その間もいろんなホルモンバランスが崩れて、うんうん、毎日死にたい死にたいとうつになったりとかあったんですけど、その5年間しっかり乗り越えられたんですね、はい、だけどその毎年毎年定期検診がある中で、うん、その6年目にちょっとまた怪しい、うん、再検査まで行った時またうちのかみさんの心が落ちちゃったんですよ、うん、はいはい、その時にちょっと自分がなんとなくなんでそう思ったのか今は分からないんですけど、うん、一緒に東北の石巻市行こうって言ったんですよ、うん、なるほどね。あのその時は東北の震災が起こって約8ヶ月後ぐらいで、あのテレビとか新聞とかでは、うん、もう本当にニュースで少しずつ元気に復興してきていますっていうニュースが流れてた時期なんですね、うん、まあ、それを神さんにちょっと一緒に行こうと、まあ、嫌がる神さんを引き連れて、はい、実際本当に石巻市、はい、もう一歩足を踏み入れた瞬間に、はい、もう道端に大型船が転がってる、はい、そして2階建ての家なんか全部1階が吹き抜けになってて、うん、多分誰が見ても一瞬でたくさんの命が失われたんです、うんうんうん、すごい無残な景色なんです、うん、まあ、その中で、まあ、神さん自身も、うん、あ、そういえば私まだ生きてるって気づけたし、はいはい、うん、自分自身も、うん、本当にもっとやるべきことがあるんじゃないかなってすごい考える習慣だったんです、うん、はいはい、あ、人って全くのゼロから、うん、そしてまた命を失ってしまったら、うん、大切な方へメッセージって届かない、うんうんうん、やっぱり生きてるうち元気なうちに、うん、その大切な方にメッセージを届けることがすごい大切じゃないかな、うん、っていうので、うん、そのようなだったら、うん、この元気なうちに自助伝っていうものを作ろう、おー、そこで、はい、で、やっぱり自助伝って文字だけだと、うん、はい、正直伝わりづらいんですね、つまり生きた証拠、はい、生きた証、うん、やっぱり小さいお子さんとか自助伝とか多分読めないと思う、はいはい、だけどそれを視覚的要素でもある漫画を用いることによって相手により分かりやすく伝えることができる、それで自助伝漫画ってのを自分はまずは考えました、はいはい、だけど自助伝漫画だってもしかしたらこの世にあるのかな、ありますねありそうだなって思って、はい、あれそういえば未来を実現するための漫画ってまだないな、あ、なるほど、っていうその発想から、うん、あ、だったら未来を実現するための漫画を開発しちゃおうって言って、うんうん、まあ、今回その未来設計図ゲームっていうのも開発させていただきましたし、うんうん、それがこの未来型自助伝漫画というのも開発させていただいた、ちょっと長くなってしまいましたけど、そういう中でこちらが、まあ、はい、まあ、はい、例えばその、うん、まあ、そのプロフィールっていうかそのね、うん、フィーチャートリップの大体の内容までおっしゃってたんですけども、はい、じゃあ、例えば僕がこのね、川田さんと応援して考えてるのはまさにそれなんですよ、自分の生きてた証、はい、あの自分がもうね、病気したんで、うん、まあ、とりあえずそれは何の意味があるんだと思ったわけですよ、はい、つまりね、ただ病気して治っただけでいいのかと、うん、なんかその神様なり何かそういう天のそういうのが来て、うん、お前これやれよという形で、はい、なんか使命というかね、うん、天命と僕はまさにそこで、まあ、ちょっと八重さん見てもらえばか、うん、そのフロントページのところ見てもらえば、うん、天まさにってあるわけですね、うん、その当時、はい、天まさに、はい、ね、天命を果たした、はい、まあ、それは孟子の言葉に天まさに、なんだっけな、その人に、天命を下さる、天命を、授けるならば、その人の心身を苦しめ筋骨を下ろすって言葉があるんですけど、はい、その言葉をまあちょっとね、うん、解約して書いたものなんですけど、はい、まさにそれを思ったわけですよね、うん、そしてその中にそのこういうものを作りたいなと思ってた途端にその川田さんがいたわけです、はい、出会いがあったんです、ありがとうございます、でまたねその話がこうあったので、あ、これはまさにそれこそ天命だなうん、そして、はい、それをやることによってね、いろいろとできればね、
で、はい、まさに本当に渡りに船、やっぱりやってよかったなと思います、はい、それだけじゃなくて、本当にそのフューチャートリップって最初何かな、ただね、まあ事前だけでもよかったんですけども、うん、それだけじゃなくて、将来のことまで規定するってことがあったからね、はい、うん、それはまさに、ね、僕にぴったりだと、うん、僕にも目標があって、はい、うん、それはまあそういうあの障害者の人たちの代表みたいになってね、はい、まあそういう、まあ、権利を振りかざすわけではないですけども、うん、やっぱりこう困ったことがあったら少しは役に立てるような、ね、はい、立場になりたいなと思ってた、はい、そして同時に今やっぱり世界的なアーティストにもなりたいなと思ってた、うん、そういう形でね、やれればいい、はい、ところがそれを見て、フューチャートリップとね、そうですね、本当にそういうふうな未来が来てて、最初はこう、なんかできんのかなと思ったけど、うん、やってみるとね、はい、意外ともうトントン拍子っていうわけでもないですけど、もうある程度こう階段でステップ登ってるんだと思うわけですよ、うんうん、やっぱりそれも見たんだね、やっぱりあ、これ良かったなと今思ってますね、はい、やっぱり自分も香川さんとお会いして、うん、その香川さん、うん、本当に すごい人生ストーリーを、はい、いろいろとお話をお聞きして、うん、この方本当に応援したいなってやっぱり思ったんですね、はいはい、それで今回のやっぱり一つの一番の目的はその方の夢を叶える、はい、そして未来を実現するための漫画なんですけど、はいはい、もう一つの効果としましては、うんうん、その方のやっぱりその理念、うん、情熱を伝えることによって、はいはい、やっぱりその方自身に興味を持っていただく、はい、そしてその方のファンをもっともっと増やすための、うん、信頼関係構築のコミュニケーションツールとしてお作りしてるんです、うんうん、そうですね、もう本当に具体的にちょっと簡潔に伝えさせていただきますと、うんうんうん、本当にその方がどれだけ辛い経験、悲しい経験をされて、どれだけの努力をし続けて、うん、そして最終的にどんな素晴らしい未来を描いていきたいのかというのを一冊の漫画で表現させていただいたんですね、うん、やっぱりあの箱根マラソンとかやっぱり皆さんテレビで見られてると思うんですけど、皆さん行動で自分の多分親戚じゃない方が走ってるんですけど、本当に応援します、応援するんですよね、はい、それってやっぱりその選手一人一人がどれだけ辛い経験、悲しい経験をしてきて、本当にどれだけの努力をし続けて一つのゴールへ向かっていくのかっていうのが見えるから、多分みんな応援すると思うんですよ、はい、その箱根マラソンと同じような、うんうん、もっともっと応援していただける、うんうんうん、そのファンを作るための内容をこれを漫画にさせていただいた、はい、まあ、今回の場合は本当に香川さんのファンがもっともっと増えるように、うん、その思いを込めてこの川瀬康さんと一緒に作らさせていただきました、はい、本当にね、それ人にね、プレゼントするとみんなずっと見て、おーなんて見てるんですよね、うん、まあそれもね、自分のプロフィールの説明にはなりますけど、そうじゃなくてやっぱりその先のね、フューチャーのものもね、うん、その自己規定がそのどんどんもう、おーこれなんか進んでるなって思うわけですよ、うん、もう例えばこうね、あのこういうふうにやりたいなと思ってると、そういう方向の人脈ができたりね、はい、うん、本当にびっくりするぐらいなんで、そこのところはびっくりしましたね、本当に、うん、まあ話ちょっとあれですけど、ヤシさんどうですか、その漫画を自分で描いてみて、僕のって作りやすかったですか、僕も母さん、うん、まあ、母さんを通じて、うん、取材とかいう形で初めて応援して、はい、いろいろ話伺ったじゃないですか、はい、で最初は初対面初めの、はい、グルグル回る喫茶店に行きました、はい、そこで、そうですね、いや、あそこ人気あるんですよ、ちょっとね、まあ、しながら聞き取りしたんですけども、はいはい、もう一つその人生に触れるっていう部分で、うん、なんか引き出せないかなと、あ、いまいち分からなかった、はい、あのあと3年終わりした後に、うん、ちょっと食事行きましたね、はい、酒飲みましたね、まあ、お酒飲みながら、はい、言った言葉の中で、はい、ああここってすごいなって、このああそうですか、やっぱりだいぶ病院とかね、病気になって苦しんだ部分が、はい、その気持ちがお母さんとかね、はい、そういう部分でああこんなに思ってたんだ、はい、そういうのを伝わって、はい、あれでもう母さんも、うん、
人となりにぐっと近づいたんですよ。ああ、そうですか。やっぱりそうなんだ。うん、その漫画見ててね、やっぱり、はい、ああ、ヤスさん、僕のことよく分かったなって。それで、これなら書けるなと思って、分かるときに握手しましたよ、ね。あの扉ですね、とか、うん、本当にあれ、本当なんですよ。あの階段は13だったか覚えてないけど、まあ、13階段ぐらいあって、こう、コツ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 上がったってね。だからまず、今はもう、あれ、扉が開いた状態なんですよね。前、閉ざされてたけど。いやいや、今でも閉鎖病とか閉まってますよ。あそこをギーッと開ける。あ、俺はこの、ここに入ってて、もう人生が終わるなんて言って、でも、まあ、今もう開いて、ずっと歩いてるんですよ。まあ、今。じゃあ、それを、まあ、それでもう、ヤシさんにそうやって説明して、やって、こう、出来上がったのを見ると、あ、これはいい構成になってると思ったんですよね。まあ、ところが、そこがまあ未来かなって、はい、僕も落ち着く。いや、あれは僕意外でした。あの、上がってって入るシーンは、当然書くとは思いましたけども、その後の扉がまた、ね、未来に向かって開くというの、それは僕考えてなかったんで、ああ、素晴らしいなと。まあ、そのアイデアいいなと思ってね。いや、それは本当にいいと思いました。やっぱりそれは、うまい構成だと思います。一、ね、はい、回入ったところからまたね、また扉開いてまた出るんだよね。やっぱりその根性はね、ダメですよね。そうですね。そう、でも書く、うん、漫画を読むっていうだけではなくて、やっぱりその人の人生に触れるっていうことですね。これはいい本だなと思いますね、うん。逆に言うと、その出る、そのバッと扉開いてまた未来に出るってことは、その最初に暗い道上がってって、暗い階段上がってってっていうのにも意味があったというか、その扉の意味があったって今ね、思いますよね。そうですよね、うん。そういう意味でやっぱりいい構成だと思いましたね。本当に、僕ちょっと考えなかったですよ。僕もね、それ自分のやつを、ね、映画にしたいなと思ってるんで、あ、いいです、自分でね、作ろうかと思ってるんですよ。思いますよ。それだとビデオ勉強してるんですよ。絶対しますよ。本当ありがとうございます。いや、本当は頼みます。じゃあそろそろその、まだフューチャータイプのその内容的なものもう少し、ちょっとあともう少しなんですけども、自分的に、はいはい、どうですか、もう少し言えればおっしゃったのか構わないですけど、はい、まあ目的みたいな、フューチャータイプ作った目的っていうか、その効能みたいなものが構わないですか。そうですね、先ほどもお伝えさせていただいたのが、はい、やっぱり今の時代って、すぐに商品やサービスって簡単に売れない時代だと思うんですね。はい、でその前にお客様との信頼関係を構築することが一番最初にやらなければならないことかなって思ってまして、そのために今やっぱりチラシとかパンフレットを作りして、まあ、それをそのセミナーとか講演会の際にお配りしている方って結構いらっしゃるんですね。僕もやりますよ。ましてあれじゃ枚数足んないから、中国語版とか韓国語版も友達に翻訳してもらって作ろうと思ってるから。だから実際そのチラシとかパンフレットって受け取る方が、今少し売り込みを感じてしまう時代になっちゃうかなと。やっぱり僕なんかもこうなんかね、はい、買わないとか言うと、もう向こうはちょっと聞くの分かりますよ。そうですね。だから今回そういうセミナーとか講演会に、講師になっていただいた方に、こちら一応有料なんですけど、もしよろしければ今回せっかく来ていただいたので特別プレゼントとしてお渡しさせていただきますねというと、ほとんどの方がこの漫画、その価値を感じていただけるからこそ、持ち帰っていただけるんですね。はい、で価値を感じているからこそ、その帰り道でも帰ってからでも読んでいただけます。はい、それで読むことによってやっぱりその方により興味を持っていただけるんですね。あ、この人こんなに辛い経験されてきたんだ、こんなに努力してきたんだっていうのが伝わることによって、で最終的に、まあ、一番最後裏ページに、その方がつなげていただきたい行動要請を書いてるんですけど、はいはいはい、あ、この人、あ、無料相談やってるんだ、っていうのに最終的につなげるっていう、その信頼関係を構築するための漫画なんですね。そういうの、はい、だからこそ今やっぱり一切売り込みを感じさせないマーケティングツール、ちょっとマーケティングっていうちょっとカタカナなんですけど、売り込みを感じさせないでその商品やサービスを提案しなきゃいけない時代、そのためにこの漫画っていうのはすごい今の時代必要なんだなと思ってます。やっぱりそのなんていうのかな、フューチャートリップを他の方にもお作りしたいものでしょう。はい、だいたい今の実績どのぐらいなんですか。今が
今月で、まだ本当にこれ、千田の未来型中年バンドも始めたばっかなんですけど、うん、今月もう7件目が完成されます。おー、すごいですね。7件で完成するの。はい。大したもんね。いやいやいや。そうやって、あれですよね。例えば、僕もね、自分の人生こんな感じですけど、はい、やっぱり他の人もそんな感じの人が多いですか。今月完成したばっかりの中で、うん、約30年前、うん、CM の方で一世風靡した方がいまして、うんうん、司のウィークリーマンション、うんうん、多分 CM だと、うん、4400000っていうそういう CM ありましたね。流してた司のウィークリーマンションの川俣さんという方なんですけど、その方のも完成して、うん、正直その方は当時は総資産が3000億円すごいすげえだけどバブル崩壊とリーマンショック、はい、で借金が1500億円ってよくわからないなんですけどもうすっごい人生ストーリーを描いてる、はいはい、だから今実際には福島県の今城で、うん、昭和30年代ぐらいという村おこしももう70ですよ、だけど活発的に行動されてる素晴らしい方のが今回完成したんですね、はい、そういうの見てみたいですね、僕もね。もう僕にも一冊くださいよ。もちろん。なので、ちょっと今、本当に素晴らしい香川さんの方に素晴らしい方に自分もインタビューさせていただいてて、本当にその方がなぜ成功したのか、そしてなぜ失敗してしまったのかっていう、その成功哲学と失敗哲学を実は自分がその時にいろんな気づきや学びを得て、はいはい、だから本当にこれ自分が開発したビジネスでちょっと手間のミスなんですけど、うん、この成功哲学と失敗哲学を学べちゃうってすごい仕事です、開発しちゃったらなるほど、はい、会しながら学べる、そうですよ、仕事しながらすごい気づきや学びを得られる、いやそれだけじゃなくていろんな人の人脈もできるし、はい、いろんな人の行動も分かるわけじゃないですか、はい、でそして人と人がつなげるしね、はい、いいですよね、そうですね、もう本当にその方に今誰が必要なのかっていう方も自分もインタビューさせていただいててつなげやすいですし、うん、まあ、それでちょっと先ほどの司さんのゆくまじょの川松さんの話に戻りますけど、うん、一番やっぱり川松さんにインタビューさせていただいた時にすごい一番気づきを得たことがありまして、うんうん、その1500億円借金した、うん、ちょっと自分も思い切って、うん、正直死のうと思わなかったんですね、うんうん、結構思い切ってインタビューさせていただいたときに川松さんが川田さん1500億円って簡単に返せないから死ねないんだって言ってたなるほど何千万とか何百万ぐらいなら命変えればあるかもしれないちょっと1500億円じゃ払い切らないですよいわゆる借金をして死んじゃう人は返そうか返せまいか迷ってる人が死んじゃう。ああ、なるほど。だからそこで自分自身が、うん、あ、そっかそっか、うん、中途半端な生き方をしてると、うん、死ぬよっていうようなメッセージ。なるほど。そういえばそうですね。だから本当に400年前の戦国時代とかも、うんうんうん、あ今攻めようかな、うん、あやっぱやめようかなって迷ってるうちに切られちゃうっていう。ああ、あるかもしれない。ダメだ、虫って言われて。だから本当に中途半端にしてると、やっぱり全てが失敗に終わってしまうっていうのが、うん、それはあるかもしれないですね、はい、本当にそういういろんなこと、うん、だから全てのエネルギーは選択と集中することだってことも、いろいろと学ばせていただきました、はい、それは借金返すと、いや、それは自己破産されて、だけど正直それをきっぱりと瞬時に決めれるんですね、いわゆる中途半端に迷うのではなくすぐ即時即決しなさいという、いや、それは確かにありますね、僕も、まあ、あまり大したことないですけど、やっぱり速攻、即決ですね、はい、それであまり理屈考えない、うん、どっちかというと、もう勘です、動物的な、はい、昔はその理屈を考えたんですよ、うん、だけどやっぱりそれやるよりも、もう動物的勘で、パッといった方がいいですね、はい、まあ、それが大、はい、その直感が大切だってことも教わりました、はいはい、本当にその通りで、はい、即断即決が多いですよね、はい、もちろん間違えたこともね、決断することもありますし、はい、だから最後にこうね、責任を取って、はい、そのきっちりやればいいだけの話ですから、はい、そこはもうね、やっぱり腹をくくるぐらいのことを考えながらやればね、
大丈夫ですか。それが全て経験になります。そうですね、はい、で人間間違えたことなんてしょっちゅうやるんで、はい、要は死ぬまでにそれが修正されたり正しく締まるといいだけの話ですから、はい、うん、っていうことは僕は思いましたね、はい、だからそういう意味でもね、その僕の人生をね、例えば病気してその病院に入ったとかそういうこともあながち間違いじゃなかったと今思っている状況ですよ、うんうん、で本当に香川さん の、まあその精神分裂病、はい、で30年間生死をさまよい続けたという大げさかもしれない。今はもうそれを乗り越えたのが、はいはい、実は自分の経験となり、はい、まあ、例えばその鬱になられる方って今すごい時代だと思うんですけど、はいはい、多分そういう方にアドバイスできるし、うん、勇気づけることもできると思うんですよ。まあそれやってるからこそこう、ね、こういうあの漫画を書いたし、書いてもらったし、その自分でカミングアウトして僕はね、精神分裂病統合失調症やったんだよって言ってるわけですよ、はい、だから全てがその経験が財産になってるのかなって思って、はい、まあ、それをあの香川さんがこれからいろんな講演会とか出られて、はい、これを来ていただいたり特別プレゼントしていただければ、はいはい、間違いなくもっともっと香川さんは増えると思いますので、はい、うん、分かりました、はい、まあ本当にそういう意味でもね、この漫画を本当に作ってよかったなと思ったんですよね、はい、そういうことなんてこともいろいろと学ばせていただきました、はい、それは借金返すと、いや、そこは自己破産されて、だけど正直あのそれをきっぱりと瞬時に決めれるんですね。いわゆる中途半端に迷うのではなく、すぐ即時即決しなさいという。いや、それは確かにありますよね。僕も、まあ、あまり大したことないですけど、やっぱり即行即決ですね。それで、あまり理屈考えない、うん。どっちかというと、もう、あの勘ですよ。動物的な。はい、昔は、ね、その理屈を考えたんですよ。うん、だけど、やっぱりそれやるよりも、もう動物的勘で、パッといった方がいいですね。はい、それが、その直感が大切だってことも教わりました、はいはい、本当にその通りで、はい、即断即決が多いですよ、はい、もちろん間違えたこともね、決断することもありますし、はい、だから最後にこう、ね、あの責任を取って、はい、そのきっちりやればいいだけの話ですから、はい、そこはもうね、やっぱり腹をくくるぐらいのことを考えながらやれば大丈夫です、はい、それが全て経験になります。そうですね、はい、人間間違えたことはしょっちゅうやるんで、はい、要は死ぬまでにそれが修正されたり正しく締まるといいだけの話ですから、はい、うん、っていうことは僕は思いましたね、はい、だからそういう意味でもね、その僕の人生をね、例えば病気してその病院に入ったとかそういうこともあながち間違いじゃなかったと今思っている状況ですよ、うんうん、本当に香川さん の、まあその精神分裂病、はい、で30年間生死をさまよい続けたという大げさかもしれない。今はもうそれを乗り越えたのが、はいはい、実は自分の経験となり、はい、まあ、例えばその鬱になられる方って今すごい時代だと思うんですけど、はいはい、多分そういう方にアドバイスできるし、うん、勇気づけることもできると思うんですよ。まあそれやってるからこそこう、ね、こういうあの漫画を描いたし、書いてもらったし、はい、その自分でカミングアウトして僕はね、精神分裂病統合失調症やったんだよって言ってるわけですよ、はい、だから全てがその経験が財産になってるのかなって思って、はい、まあ、それをあの香川さんがこれからいろんな講演会とか出られて、はい、これを来ていただいたり特別プレゼントしていただければ、はいはい、間違いなくもっともっと香川さんは増えると思いますので、はい、うん、分かりました、はい、まあ本当にそういう意味でもね、この漫画本当に作ってよかったじゃあそろそろあれですから、じゃあ、そうですね、先ほども川田さんの、はい、その人となりをちょっとね、奥さんのことも含めて伺いましたけど、はい、フューチャートリップを作る上での、川田さんのプロフィールでしたけど、ちょっとこの番組はね、その、はい、社会貢献ということもあるので、はい、本当はこの人間を掘り下げる番組ですね。まあ、だから逆に言うとさっきの奥さんも含めて、はい、川田さんのプロフィールをもう少し、説明していただきたいと思います。説明というか、どういう人間か、そうですね、自分の生まれとかも全然お話できてないです。まあどういう人間かと、はい、自分は神奈川県横浜市で生まれて、うん、結構周りから見ると貧乏な
いや、それは僕もそうです。いや、たぶん負けないぐらい。毎日トイレがやっぱりもっとんべい。いや、それはもちろん。もっとんべい。毎日が生きるかし、落ちたら死んじゃうみたいな。いやいや、それは僕もそうです。そうですね。あ、そうですか。そういうような、今ね、ポットベンチがない方が多いとは思うんですけど、はい、まあ、その中で、自分自身が結構、親から見ると面倒くさい子供だったらしい。面倒くさい子供。なんか、はい、例えば、うん、なんで人は生まれてきたの。あ、理屈のことになった。いや、それは俺も理屈したけど、はい、まあ、それなんで口は一つなのに耳は二つあるの。あ、はい、親に聞いてたらしいんですけど、はい、親は正直めんどくさいんで、いや、めんどくさい、そんなこと言わないで公園でもう遊ぶなとで言われるんですよ。だけど自分自身納得があるじゃないですね、うん、あれ人ってなんで生まれてるのか、うん、なんで口一つなのに耳二つ、うん、あれもしかしたら、うん、そっかそっか、話すことよりも聞くことの方が大事だから耳が2つあるのかなと自分に考えるわけですよ。だからこそ、うん、まあ、もう一つ自分が雪人っていう名前なんですね、うん、幸せに人って書いて、はいはい、なんで、うん、まあ、僕は雪人って名前なのって聞いても、うんうん、分かんない。お母さんとお父さんがつけたら正直分かんないけど、あれ俺捨て物なのかな。いや、僕も前そんなことは思ったことありますよ、子供の頃で。だから、どれですけど、あ、なんか、死んだおばあちゃんがつけたから、あの、わかんないって言うんですね。ああ、そうなんだ。だけど、それあくまで、実は今思うと、うん、多分自分の父ちゃん、母ちゃんは、うん、自分自身で、うん、そのなぜを考えなさいっていうことだったのかなって思ってるんですね。うんうんうん、なぜ雪人なのか、そんなの自分自身で考えなさい。なぜ口が一つで耳が二つなのか、自分自身で考えなさい、うん、っていう教育だったのかなって今思ってまして、うん、だからこそ自分は本当に何する時もなぜを考えるんですね、うん、いわゆる結果には必ず原因があるんですけど、うん、それをなぜを取り起こすことによって、うん、そこに隠れたものが何となく見えてくるんです、うんうん、例えば今テレビでこういうニュースが、芸能人でこういうニュースが流れている、うん、なんで全番組これなのかな、うんうん、でテレビ局の裏には実はスポンサーがあって、うん、スポンサーの裏には政治家さんがいたり、うん、あ、そっかそっか、これのニュース、うん、もしかしたらこの裏でなんかスポンサーがいるんだ、スポンサーがいてそのぐらいの政治家がいるんだなと。あ、そっか、あ、で調べると、うん、この前、ついこの前、まあ1年ぐらい前ですけど、うん、あ、カジノボーが決まってた、だからこのニュースが流れてるんだとか、うん、15年もかかって、はい、ね、15年もかかってボーが取らなかったカジノボーが、たったの1日で取っちゃったんです。だから、その時、いろんな芸能人のニュースが流れてたりして、ね、だからそういうふうに、ちょっと裏の裏を読むことが、もう自分は習慣化になってる、うん、プラスアルファ、その秘密を探ることが実は趣味。なるほど、インボセス。はい、それはだけど小さい頃からの、はい、意外と舞台振り深いんじゃない。あの、深いんじゃない。いやいやいや、だけどそこら辺やっぱ裏を知るとすごい面白い。腹の中見ると黒かったし。いやいやいや、あとやっぱりちょっともう少し自分の年を取って正直貧乏だったので、はいはい、高校行くつもりなかったんですね。ああ、なるほど。僕と同じですね。僕はつもりじゃなかった。行きたかったけど、お金がないから行けない。だからまさに、はい、高校、お金がないから、はい、高校行かず働いて家にお金入れよう。まあ、偉い人だよ。僕はそうだね。行きたかったんで行きたくて。無理やり行きましたけど。奨学金もらってね。で、親に、うん、自分は親孝行のつもりで、うちの母ちゃんに、うん、俺、高校行かないで、うん、働いてお金入れるよっていう、うん、すごい親孝行ですよ。僕は高校行きたいから奨学金とアルバイトで行くから飯だけでも作るって感じ。いや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 、母さんもそれはでしょうけど、正直自分がそれ母ちゃんに、ね、ここ行かないよって言ったらすごい大泣きされちゃって、うん、もうお願いだからあんたぐらい高校行ってって、うん、うちのお父さんだってお金なくて高校行けなかったんだから、うん、ここね、苦労してるでしょ。あ、じゃあその、はい、うん、高校行かない苦労はし
ってるわけなんですね、お母さんお父さんはね。そうですね、いろいろお話を聞いてたみたいなんで、だから自分の子供だけはそういうのさせたくないって思ったんでしょうね、はい、だから正直中2までは算数だけしか勉強してなかった。算数は絶対使わないと思う、まあ、数学ね、数学だから、数学ね、はい、そうですね、はい、だから本当に、うん、結構底辺な感じだったんですね、うん、もう偏差値っていうので言うともう30代ですよね、うん、ああ、それは本当に低いね、結構レベルは低いなんですけど、だから中3から、うん、あ、俺親不孝してたんだって思って、うんうん、猛然とダッシュ、もうすっごい、多分周りから見たら頭おかしい、生まれるぐらいに、1日多分2週間ぐらいで、そんなにさ、すごい時間は本当1、2時間ぐらいで、あ、そう。だから飯も食べると、安心して寝るくなっちゃう、飯もほとんど食わない、ちょっと汚い話だと、お風呂も入っちゃうと安心しちゃうので、お風呂もなるべく入らないようにしました。トイレもなるべくすごい安心しちゃう。だけど、その20時間勉強をした結果は8ヶ月ぐらいずっと続けた、うん、その偏差値が30代だったのが、うん、本当に70近く、すごいな、70はなかった、もうノークロスだった、ボンボン、だから最初のうちはこいつカンニングしてんじゃねえのぐらいの気分でも勉強できなかった頃バカにされなかった、結構あいつバカだぜとか、いや昔はやっぱ勉強できない頃かっこいいって思って、うん、ああそうですか、ちょっと、うん、あったと思うんで、うん、だけど中3の時からちょっと自分は、うん、あ、その時にいわゆる自分自身が人生の成功体験をしたとか、うんうん、だけどその瞬間ちょっと自分がまた間違った考え、うん、それが、あ、もしかしたら俺とやればできるじゃん、うん、あ、その時に思った、はい、だったらまたやるべきタイミングが来たらやればいいやって、うん、またまた戻ったじゃん、ちょっとな、楽しようとしたもんな、だから単に努力してこう積み重ねるっていう感じじゃなくて、ちょっと自分がやっぱり、うん、弱いかも、じゃあ、まあ、高校受かって、まあクリエイトしたから一休みだっていう感じで、はい、どうせまた大学は苦しいしって感じだったの、なので、うん、あとはもう楽してお金稼ぎたいなって、うん、また間違った考えだと、うん、で公務員目指そう、うん、で公務員が、その時には大学はいつまでなかった、いや 大学も一応、うん、その瞬間はだけはできるんですよね、集中力、うん、っていうことで、いやいや、だから高校入学して、はい、それ以降ちょっと1年ぐらいはどうだった、大学行きたいって、ああ、別にその将来の目標としては特に考えてなかったです、ああ、はい、じゃあまたそれでそのまあいいやってんでこう 気が緩んで勉強なしになっちゃった、はい、そうですね、まあなるほど、まあ、でまあそれがどうしたの、まあそれで楽して稼ぎたいなっていうので、うん、まあその前に自分がずっとちょっと野球はやらさせていただいて、野球、はい、はいはい、でも17歳の時、高校2年生でちょっと監督と一緒になりました、いざこざがあった、はい、うん、自主退部という感じで、おお、なにその野球は公式、あ、高校は公式です、おお、すごいね、はい、まあ高校でも軟式もあるけど、まあ、うん、公式はやったんだ、はい、公式、結構強かった、うちは公立ではすごい厳しい高校だったんですね、うんうんうん、もう常に勝つためには何をすべきかという基本中の基本を守れっていう、うん、じゃあインターハイ出る、インターハイ出るまあ甲子園目指す、はい、だから神奈川は正直200校くらいあるので、はい、いや激戦なところでしょ、神奈川は、はい、ちょっと厳しいんです、うん、公立の中では、うん、結構強豪と言われて、うん、関東大会とか出た、いや関東大会までは厳しいところ、はい、なんですけど、うん、やっぱりこうし勝つためにはこうしなければいけないっていうルールがある高校、うんうんうん、歴史のある高校なので、うん、野球部も伝統がある、そんなに伝統あるんですね、はい、なのでちょっと野球がつまんなくなります、勝つための野球です、ああ、面白くないんだ、楽しむための野球じゃないです、ああ、なるほどね、はい、まあ、そういうのもあってちょっといろいろと、じゃあその練習の時には先輩とか来るわけ、大学の先輩、大学になった先輩とか、あ、まあ時々来ていただいて、いや僕たちもね、はい、僕もハンドボールやってて、僕たちの2年の先輩たちが1年目と2年3年生が行ったって言っちゃったんで、はい、でまあそこも伝統ある高校だったんで、
はい、やたら先輩が来て地獄でしただから自分はまあ高校を辞めてから、うんうんうん、だけどやっぱり貧乏ではお金手に入れたいな、うん、って思って、うん、どうすれば今お金、うん、本当に短期的に稼げるか、はいはい、今なんかもう時効だと思うんですけど、はい、10段階のパチンコもう別に悪くないじゃないですか。いやいや、多分あ、高校生だからってこと自分ならば、まあ、あ、なるほど。いや、僕も高校生の時やってましたよ、パチンコ、はい、それもまあ、小銭、こう小遣いっていうのを稼ぐぐらいはい、まあ、だけど、するのが分かんないですけど、僕らだから自分はその貧乏だったからか分かんないんですけど、お金の稼ぎ方が何となく見えてくるんですね、うん、確率を使ってそうですね、あのパチンコって本当に確率あの完全確率抽選方式なんで、うん、もうそれで球が飛ぶタイミングが 0.6 秒で一発飛ぶとか、うん、そういうのすべて計算すると、うん、あのパチンコって実はギャンブルじゃないですね、確率の、はい、ゲームそうですね、しようとそこら辺はすごい数学的だね算数が取れるんですねそれプラスアルファあとそのなぜなぜなぜを追求するから、うん、その攻略法も、うん、なんか攻略法ないからですおお。じゃあ自分で編み出しちゃった攻略法。そうです。攻略法を編み出しちゃうと、結構お金になるんです。おお、なるほどね。教えてください。いやいや、今じゃ使えないですよ。その17とか18ぐらいの時、自分でああ、そうか、釘の並びがこうなってる。うん、で、0コマの組み合わせに弾が飛ぶ、うん。こういうような打ち方すればいいんだとか。細かい、本当に細かいことなんですけど、あとはその。今店長がどういう考え方なのかな、うんうん、ああそこまで考えるのそこまで考えないと勝てないですお店の方針とかそうですお前お店の経営方針ってあるまあでもプロではアマチュアですよだけどでも、はい、だって月どのぐらい稼いだのまあ月その攻略を見つかれば正直毎日はいけないんですけど、うん、月100万ぐらいいやいやそんな稼いだの攻略を見つければ稼げますいやいや違う違う実績自分の実績からするとあの、ま、平均すると年でそんなに毎日とか行ってないですよ、うんうん、週1回とか行って300万ぐらい稼げる年間300万稼いだのぐらいは週1であの週 1?、うん、週1にぐらいであ週1、うん、要するに週9、はい、4日制ぐらいで週9日学校ありませんそれだけがマジでマジすごいいいじゃんパチコってあまりイメージが、ね、あんまり良くないんであまりいやいや別にさせていただいた時にすごい一番気づきを得たことがありまして、うんうん、あのその1500億円借金した、うんうん、ちょっと自分も思い切って、うん、正直死のうと思わなかったんですね、うんうん、マジで結構思い切ってあのインタビューさせていただいた時に川町さんが川田さん、あの1500億円って簡単に返せないから死ねないんだって言ってたなるほど何千万とか何百万ぐらいなら命変えればあるかもしれないちょっと1500億円じゃ払い切らないですよいわゆる借金をして死んじゃう人は、うん、返そうか返せまいか迷ってる人が死んじゃうあなるほどだからそこで自分自身が、うん、あ、そっかそっか、うん中途半端な生き方をしてると、うん、死ぬよっていうメッセージだそういえばそうですねだからあの本当に400年前の戦国時代とかも、うんうん、あ今攻めようかな、うん、あやっぱやめようかなって迷ってるうちに切られちゃうっていう、うん、あるかもダメな虫って言われてだから本当に中途半端にしてるとやっぱり全てが失敗に終わってしまうっていうのは、うん、それはあるかもしれないですね、はいはい本当にそういういろんなこと、うん、だから全てのエネルギーは選択と集中することだってことも、いろいろと学ばせていただきました。はい、それで借金返すといや、そこは自己破産されて、だけど正直あの、それをきっぱりと瞬時に決めれるんですね。いわゆる中途半端に迷うのではなく、すぐ即時即決しなさいという。いや、それは確かにありますよね。はい、僕も、まあ、あんまり大したことないですけど、やっぱり即行、即決ですね。そして、あまり理屈考えない、うん、どっちかというともう、勘ですよ、動物的に、はい、昔は、ね、その理屈を考えたんですよ、うん、だけどやっぱりそれやるよりも、もう動物的勘で、はい、パッと言った方がいいですね、はい、それが、はい、その直感が大切だってことも教わりました、はいはい、
本当にその通りで、はい、即断即決が多いですよね、はい、もちろん間違えたこともね、決断することもありますし、はい、だから最後にこうね、あの責任を取って、はい、そのきっちりやればいいだけの話ですから、はい、そこはもうね、やっぱり腹をくくるぐらいのことを考えながらやれば大丈夫です、はい、それが全て経験になりますね。そうですね、はい、ね、人間間違えたこともしょっちゅうやるんで、はい、要は死ぬまでにそれが修正されない、正しく締まればいいだけの話ですから、はい、うん、っていうことは僕は思いましたね、はい、だからそういう意味でもね、その僕の人生をね、例えば病気してその病院に入ったとかそういうこともあながち間違いじゃなかったと今思ってる状況ですよ、ね、うんうん、本当に香川さんの、まあ、その精神分裂病、はい、で30年間生死をさまよい続けたという気持ちさまかもしれない。だから今はもうそれを乗り越えたのが、実は自分の経験となり、はい、まあ、例えばその鬱になられる方って今すごい時代だと思うんですけど、はいはいはい、多分そういう方にアドバイスできるし、うん、勇気づけることもできると思うんですよ。まあそうやってるからこそ、こうね、こういうあの漫画を書いたし、書いてもらったし、はい、その自分で仮面側として僕はね、精神分裂病、統合失調症やなんだよって言ってるわけですよ、はい、だから全てがその経験が財産になってるのかなって思って、はい、まあ、それをあの香川さんがこれからいろんな講演会とか出られて、はい、これを来ていただいたり特別プレゼントしていただければ、はいはい、間違いなくもっともっと香川さんは増えると思いますので、はい、うん、分かりました、はい、まあ本当にそういう意味でもね、この漫画を本当に作ってよかったなと思ったんですよね、はい、じゃあそろそろあれですから、あの、じゃあ、そうですね、先ほども川田さんの、はい、その人となりをちょっとね、奥さんのことも含めて伺いましたけど、はい、フューチャートリップを作る上での、川田さんのプロフィールでしたけど、ちょっとこの番組はね、その、はい、社会貢献っていうこともあるので、はい、本当はこの人間を掘り下げる番組ですね。まあ、あのだから逆に言うと、さっきの奥さんも含めて、はい、川田さんのプロフィールをもう少し、説明していただきたいと思います。説明というか、どういう人間か、そうですね、自分の生まれとかも全然お話できてないです、はいはい、まあ、どういう人間かとか、はい、自分はその神奈川県横浜市で生まれて、結構周りから見ると貧乏な、いや、それは僕もそうでした、ね、いや多分泣けないぐらい毎日トイレがやっぱり最も便利、いや、それはもちろん最も毎日が生きるかし、落ちたら死んじゃうみたいな、はい、社会的な貢献、私はこれがこうやって世の中を良くしていきたい、この番組の趣旨なんでね、はい、そこちょっとお伺いしたいんですけども、はい、あの自分自身はやっぱり今回一番の目的は、うん、その方の夢を叶える、うん、未来を実現するためのツールとして、うん、今お届けしておりますので、うんうんうん、あの今後は、うん、自分のその未来なんです、うん、2018年は、うんうん、本気で、うん、オリンピック、パラリンピックを目指す、うんうん、子供たちの夢を叶えたいですね、うん、おお、いいですね、その子供たちの未来を描いた漫画を作りたいです、うん、それが2018年、うん、一つの目標です、うん、やっぱり、まあ、今の子、うん、まあ、全ての人に同じなんですけど、うん、未来はやってくるもんだっていう考え方が多い、うんうん、そういう方々がちょっと多いのかな、うん、だけど実は、うんうん、未来って自分自身で作り出していくもんなんです、そうですよね、今回田中のボタンもじゃないもんね、はい、うん、香川さんにも今回未来を作っていただいたんですね、うん、いわゆるそういう明確な目標があることによってそこまで走り続ける、本当にあのだんだんぼやぼやっとしてたのが、うん、そういうことで明確になってきたよね、僕、やっぱりそうするとイメージができるから今度次のステップがあるよね、はい、うん、それがまさにそれのいいところだよね、はい、もうそのように本当に夢っていう抽象的なものであの目標っていう超具体的な形にしてあげて、うん、そしてその方自身が本当に今自分がやるべきことに気づいてそこへ向かって一歩踏み出していただく、いわゆる自分の人生ってやっぱり自分自身が作り出していくものなの で、うん、 そうですよね、それをもう本当に一人一人に届けていきたいんです。未来、うん、はい、それだけじゃなくて、はい、サポートもしたいでしょ。あ、もう当然、うん、あの今回、うん、このフューチャートリップっていうのはただ作って終わりではないんですね、うんうんうん、
やっぱりその方の未来が実現するまで自分は追いかけなきゃいけないんですね、うんうん、そのためのツールなので、だから当然香川さんのことも、うん、あの未来が実現するまで追いかけない、未来実現じゃなくて死ぬまでお願いしますあの僕がこうやって顔を置けばそばに来てくるんです、そこは介護までは保証できない、いや介護じゃなくて顔を置けに入ってるところに鼻でもパッと来てくる、ヒューチャートリップもいいするぐらいははい、あの介護のはもう他の人にあの、まあ、お願いします、はい、じゃあそろそろこういう形で終わりましたんで、はい、じゃあまあ、今回は香川遼の今を生きる、こういう形であの川田さんと、漫画家のヤシさん、フューチャートリップもちょっと、宣伝にしたいと思います、よろしくお願いします、ではさよなら、もし、このフューチャートリップに、興味のある方もしくは作ってみたいなっていう方はこの、川田さんに Facebook ありますから、そこにアクセスして、お友達申請をして、そして、お友達になって、それからあのお願いしてください、一度メッセージいただけると本当嬉しいです、ね、はい、はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。